今シーズンからボルシア MG のセカンドチームでプレーする19歳 FW 福田仕様が U から22日本代表に初選出された。9日の U から22日本代表メンバー発表会見に出席した大岩剛監督は、得点を決めたり、チームのタスクを非常に高いレベルでやっていると見受けられた、と選出理由を語った。画像。 U から22日本代表が笑顔のオフショット今年5月には U20 ワールドカップにも出場した期待のストライカーが、待望の U から22日本代表招集となった。上村学園校を卒業後、今シーズンからドイツでプロキャリアをスタートさせた。ボルシア MG のセカンドチームが所属するレギオナルリーガウェスト、4部相当、では10試合3得点を記録。その3得点は直近のものだ。 10月28日の牛ータースロー戦で2ゴールを挙げると、前節、デュッセルドルフ2戦でも1ゴール。直近3試合で先発出場し、3ゴールという結果を残した。大岩監督は21年の U から18日本代表候補合宿で福田を指導。当時はまだ上村学園2年生だったが、指揮官はその時の印象について、 荒削りだが、得点を取るところで言えば高校レベルではないと感じていた、と振り返る。その時以来の再会になるが、映像では19歳 FW の成長は見ており、点を取るという特徴もありつつ、チームで求められているトランジションの部分は目に見えて成長している。体つきも一回り大きくなった印象、と評価した。今回の FW 陣は FW 小田優太郎、ハーツ。 FW 細山を、柏、そして福田が招集された。43の3の1トップを主戦場とする FW は細谷と福田の2人のみ。大岩監督は福田招集について、我々のグループの FW 陣で怪我人が多く出ているという事情もあるが、と前置きをしており、10月アメリカ遠征を負傷で辞退した藤尾翔太、町田、藤尾の追加招集ながら現地で負傷した内野幸太郎。 つくば大が呼べなかった苦しい台所事情も覗かせていた。だからこそ、指揮官は2年ぶりに福田のプレーを見る機会に喜びも垣間見せる。現時点で彼のパフォーマンスを見て、しっかりと戦えると、我々のグループに入れると期待を持って今回の参加を要請した、と太鼓判。今回こういうチャンスを私がいただいた。目の前でしっかりと彼の評価をして、 今後の成長に何か刺激を与えられたらいいなと思っている、と期待を寄せていた。